第一回審議が開催された総理大臣官邸新型インフルエンザ等対策有識者会議は日本の新型インフルエンザ等対策閣僚会議に設置された諮問機関。新型インフルエンザ等対策閣僚会議新型インフルエンザ等対策有識者会議会長、オミシュゲルト内閣総理大臣、安倍晋三新型インフルエンザ等対策有識者会議は 世界で感染が拡大した H1N1 ア系によるインフルエンザの教訓に基づき、新型インフルエンザなど感染症への対策のために設置された諮問機関である。内閣に置かれた新型インフルエンザ等対策閣僚会議の下に設置されている。二0十二年、新型インフルエンザ等対策閣僚会議の諮問機関として、新型インフルエンザ等対策有識者会議が、 設置された。設置根拠は、新型インフルエンザ等対策有識者会議の開催についてに基づく。さらに、野田第一次改造内閣が提出した、新型インフルエンザ等対策特別措置法案が、第180回国会にて可決、成立し、翌年4月13日に施行されたことから、参加においた基本的対処方針等諮問委員会が、 同法に基づく緊急事態宣言を所管することになった。なお、2020年の新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、基本的対処方針等諮問委員会は、インフルエンザだけでなく新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言についても所管することになった。2020年に新型コロナウイルス感染症に 対する緊急事態宣言が発出された際にも、その妥当性について審議している。内閣総理大臣の安倍晋三が、緊急事態宣言の発出について会見する際には、新型インフルエンザ等対策有識者会議の会長であり、基本的対処方針等諮問委員会の委員長でも、ある、尾身茂,茂も同席した。新型インフルエンザ等、 対策閣僚会議新型インフルエンザ等対策有識者会議会長、オミシとゲル内閣総理大臣、菅義偉。ありがとうございます。